うわぁ、なんだよこいつも。よっこいしょ、はい、これをこうして、うわっしょい。はぁ、乾く喉。でもジムで運動すっか。もうあっちか。でもエアコンかけとっか。24度、ポチ。いってらっしゃい。 OK。 いやマジいい時代だね。ジム行ってムワってなると嫌じゃん。だから今もうちょっと実況するからさ、その間に冷やしとくっていう作戦。現場まで行かず楽。マジ令和最高。いっか、続き。はい、というわけで、はい、本日はこんなとこで終わろうかと思います。めっちゃいいのできた。ならまた皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。消えたかな。いっか。よし。これいや、実はね、でん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 ナノイー X 搭載エアコンエオリアでございます。いや、実はこの部屋広いですよね。30畳ぐらいやってさ、正直ちょっと足りてなかった。ほんでさらなるパワーアップを図って、めちゃめちゃ最新機能が詰まってるエアコン、エオリアさんです。なんとよ、パナソニック史上最速で冷やせるエアコンとなってるということで、ていうかごめんなさい、ちなみに今寒いっす。はい、外気温実は一桁で、暖房実は暖房使ってんだけどさ、寒い時ってさ全然温まらんじゃん。圧倒的パワーです。ちなみに冷房能力については 9kW、 そして暖房能力10.6kW、 前ついてたやつよりかも2、3割強いものになって全然違う。超快適。夏場も問題なく温度下げてくれる。下げてくれる。もうすげえ快適な温度保ってくれてるので、超絶オラのパフォーマンスが良くなる。まあ、というわけでマジ快適になったので早速運動していきますか。いやマジ空調大切よ、運動やな。筋トレした後、脂肪の燃焼アップ、ボーナスタイム。はあ、これならさ、すげえ快適になったからさ、さらに筋トレ、有酸素運動、自宅で楽しくね、これ続けれそうな気がするわ。いや、本当にね、自宅で過ごす時間が長いからこそ、部屋のね、温度とかね、湿度、重要だよね。うわ、マジいい。いやマジでここまで快適なのね、なかった。ぶっちゃけ家建てました、なんとなく分かってたけど、公開ポイントとしては広すぎたなーみたいな。まあジムもこれちょっと広すぎたなーはもちろんあるんですけど、まあ、広いのは気持ちいいんですよ。広くて、こうやって広くてすげえ気持ちはいいんですけども、冷暖房めちゃめちゃ効かねえ問題がねあったんです。自宅のリビングに至ってはですね、エアコンつけたところで全然あったかくなかったんですよね。温度もね20度ちょっと達さないぐらいでさ全然あったかくならんので、石油ストーブ導入したんですけども、違う、こんぐらいゴツゴツのやつ入れとけばよかったわと今あんま公開ポイントないけど後悔しております。これ変えて。はい、というわけで本日はジェントちょっと遠いね。これからね、暑くなる季節、リモートワークされてる方もいらっしゃるかと思います。どれだけ大切なのかというわけで紹介していきましょい。かれこれですね、自宅でお仕事10年超えというわけで、もう自宅でも10年以上仕事しております。夏場はエアコンで涼しくしてみたいな生活を送っていたんですけども、例えば自分だとちょっと比較的高めに設定するんだけど、26度27度ぐらいで設定して、でこれあるあるだと思うんですけど、お仕事してるじゃないですか。27度なのにさ、途中いいよ、あれ27度設定のにあっちいなみたいな、ないですか。それ何が関係してるのかというと、湿度です。皆さんも知ってのように、湿度ってさ、高いとあったかく感じて、湿度が低いとねちょっと寒く感じるのよ。ほんで夏場27度 で設定しても、湿度がねぐんと上がることで体感温度がねぐんと上がるんですよ。日本の夏というとね、湿度が高いんです。ほんで今とかだといけないけどさ、ハワイとかでさ、あの30度とかなってても湿度低いからさ、意外とね涼しかったりするんだよね。ただ今回のエオリアちょっと優秀なのが、これ見てみて、このリモコン
コン。今体感ね、これ24度。そうです、温度じゃないです、体感なんです。そうなんです、温度がねまたちょっと違ってるとは思うんだけども、湿度とかも計算してこれで体感24度ぐらいになれるようにっていう感じでやってくれる優秀なやつなんですよ。ほんで今回のパナソニックのねナノイX 搭載のエオリア、こちらポイントが、冷房かけた時設定温度はキープしたまま湿度をねクンと下げるのに省エネ。エアコンでこの3つをね叶えることって今までね実はできてなかったんですよ。いや省エネって本当に大事でさ、私月々いろいろね節約するとか節約してるんですけども、光熱費本当にバカにならない。まあスマホだったりとかさ保険料だったりとかいろいろあるけども、光熱費ここも大事です。私電気代だけでね1ヶ月6万円とか7万円っていう数字を見てから気をつけるようにしました。本当にそれが今回のやつはパナソニックにしかない特許申請中のエネチャージシステム。設定温度になっても除湿し続ける、それがね今までの冷房の料金と比べて 10% 安くなるという技術なんでございます。エネチャージ極上冷房、かっこいいただかっこいい。まあだから夏場快適な湿度で仕事すると効率上がる、勉強すると効率上がる。検証結果とかあったね、どっかの。いつもより室温高めに設定してるからさ電気代安くなるよ。ただねそうすると効率悪くなってたんですよ。ただ室温をねちゃんとした適温にしておくことでみんなの業務効率がすごく良くなって、なんならそっちの方がね早めに仕事が終わって省エネ効果があったとかないとか。ただ効率を良くするためにはずっとつけてないといけないんだけども、省エネだからちょっとそこら辺がね軽減される、すごく嬉しい。そんで冬場なんかはね同じことでエネチャージ、まあ要はリサイクルみたいなもんなんだけど、普通は捨てられる熱エネルギーね、それをねうまいことね変換して使うからさ効率が良くなるんだって。そんでパナソニックといえばナノEなんですけども、それがね X になって、いやこれがね結構お気に入りでさ、私個人的に、まあ、赤外線のやつでさパパッとスマホから設定することできるんですよね。どこのエアコンであってもパパッとできるんですけども、これはね専用のアプリがちゃんと用意されていて、そういった機能は必要ない。しかもこれ専用のやつだからさ細かな設定できちゃうのよ。例えばナノEを使いたいときはこれ、はい、もちろん空気清浄機能もあったりとか、もういたせり尽くすりなんだけど、機能的なものとすればこれを使うことで部屋の中にある花粉など目に見えない様々な有害物質を抑制してくれる。しかもよ夏場になるとね私臭くなるじゃん。マジ近寄らない方がいいよ、この時期が終わっても近寄らない方がいいよ。夏場臭いからカズさん、この部屋全部にさカズさんの匂い充満するかと思うじゃん。ただナノEX で汗の匂いの脱臭機能も備わってるんです。だからナノEX を使いながら動かしていくと部屋の匂いがね汗臭さとかが少なくなってくっていうこれはいいよね。そんないいことあるかと、最近のエアコンすげえなって思いました。ほんでまあナノEX エアコン本体にカビもね発生しづらくなるんだって。ほんでもちろん最近あるあるなんだけども、自分自身でちゃんとねこう体をこう綺麗にしてくれるっていうね、うん、そういった機能もあるからちょこちょこね掃除とかする必要もございません。まあ自分の場合ね、まあナノEX であ空気綺麗いいなみたいなね、まあなんとなくあると思うんですけども、そういった時にね空気清浄機使うのもいいんだけど、エアコン自体にねそういった機能が搭載されてるとさ一石二鳥じゃん。もう地面のところにさなんかボーンって置かなくてもいいからさ、部屋がね広く隅々綺麗に使えるようになるんじゃないのかなと思います。いろんなセンサーとかも搭載されててね、アプリなんかで見たらさこれ人検知機能なんかもさ入っててさ、あやっぱ人をちゃんと検知して、あ分かってんだこいつと、空気がねどれぐらい綺麗かっていうのもちゃんとこうやって数値化してこれ見てくれてるんですよ、空気の綺麗さみたいな。やっぱ個人的にさアプリがさやっべえな思ってて、めちゃめちゃ細かく作られてる。これなんならこの仕事1年ちょい前にくれたらなって本当にバカ野郎って思って、うん、バカ野郎はほんと言ったらダメだけど、全部これにしたかった本当に。いやこマジ心の中そこから思って、これすげえ便利。これだけちょっと紹介させてよ、すげえよこれ。まずデザインがねすごくいい。はい、なら26度にしまーす。はい、送信、はいレッツゴーみたいな。まあ普段の操作はまずこれなんだけども、例えばね、まあ、1時間だけでいいんだよっていう時にはね、あらかじめこの切りタイマー、はい30分、はい OK、 操作する時にあらかじめこの設定をさ送ることができちゃうっていうね、これで切り忘れの心配かなりなくなります。でもちろんスケジュール機能なんかも搭載していて、ウィークリータイマー、
はい、こんな感じで曜日単位でこれできます。これどういう風にするのかとか、な金曜日はどういう設定にしようかなんかもできるし、嬉しいのがね、一般的なスマートリモコンではできないようなめちゃめちゃ細かい風のね向きの方向なども全部いける。風よけにしたりとか風当てにしたりとか、人の位置センサーで分かるようになってんのよこれ。冷房暖房を強く感じたいみたいなね、部屋の奥隅々まで風を届けたい、静かな運転をしたいよみたいな、寝る前とか静かに読書したい時とかみたいなことも細かく設定できるし、風の向きなんかにも結構視覚的に簡単にこれ設定することができちゃいます。ほんで風よけ風当てみたいな設定ももちろんできるようになってるし、かつアプリを通じてこれどんだけ使ったのか見れます。電気代で言うと今今月136円使ってます。例えば今から30分つけっぱなしだとどんだけね消費するのか、それも調べることができる。はい、今から運転したまんまだと3円かかります。しかも自分の住んでるエリアとかの気温とかも調べて、この後温度がね室温とかどう上がっていくかなんかも計算してくれたりとか、すげえ優秀。ほんとパナソニックね、ちょっと面白い機能つけてくるのよな。めちゃめちゃ使いやすいかと思いますこれ。そんでとりあえず必ず19時にエアコンが切れるように設定しておきました。これで夜中ずっとつけっぱなしパターンなくなります。うわマジ変えてえわこれに。送信 OK 設定完了です。というわけで本日ですね、エアコンさん、ちょっと遠いんだけどさお仕事で受けたからとかでもなく、大満足です。エアコンに対して私真摯に考えていかないといけないかなって本当思いました。特にねこれから自宅を買う方とかさ、もうエアコン古くなってきたから買い替える方とかもいっぱいいらっしゃると思うんですけども、実はですね取り付けるのであれば今この時期がすごく良くて、7月とか8月とかねもうあっつい時期とかになったりするとさ、めちゃめちゃ予約が立て込んで、まあ、取り付け1ヶ月後ですとかねあるあるらしいんですよ。だから今年ちょっと入れ替えようかなみたいな、今年こそ快適な環境で仕事をしたい勉強をしたいと思ってる方ね、あと全然冷えないんだよなって方ね、この機会にぜひパナソニックが出るねナノイー X 搭載のエオリアぜひ検討してみてください。ほんで何よりね夏暑い時期交換しようと思っても1ヶ月先になったりとかでね、ずっと暑い中仕事するとか勉強するとかマジ地獄だと思いますし、命の危険にもさらされるわけですので、ね、熱中症など、もしねエアコンねもう変えようかなと思ってる方はお早めに変えることをお勧めいたします。今回詳細はね概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。以上本日はエオリアのご紹介でございました。バイバイ。あー筋トレ頑張ろう。あー